プロフェシー。新ギミックというよりはただ単純に難しくなっていっている感じだな、ここは。なんかね、でも問題数はちょっと減らしてもいいかなという感じはする。12問なくていいよね。全部9でもよかった感じがするな。星はいつでも取れる。ああマジ？やめてくれ。トゲが止まってる。これさ、今月で右側を取りに行こうとしてるけど多分間違いだよな。あ、いやー、月はリスポーンできるからいいのか。いや、リスポーンするからこそ星までたどり着けんやんけ。そしたら星ルートはやるんだとしたら 1,2,3,4 なの。これで取るんだとしたら、じゃあ下はどうなってる？ここはこの場所にいて、次こっちに行くだから、そう、左で合ってるよね。ここからこっちに来て、この場にいる。だから、こう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 に対してこう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 だからとりあえず取れる。でこいつはここ、こいつはここにリスタートするから、これを今度は左に持っていくので逆か。左下右下左左左、あ、ちゃ、こうすると、こいつがここにいないから、左下、右、移動順間違えた。だるいんだって、だから。だからだるいんだよ。見せてくれよ、それは。見せないステージの凶悪タイプ嫌いだな。嫌い。嫌がらせじゃないんだってこれ。嫌がらせ以外のもんじゃないんだもん、これ。自分がなんか見落としてたら全部やり直し。下にいる子の方が先に動くっていう状況じゃないと意味がない。逆なのよ。この子は落下した後に下の子が動くっていうのにすればいいから、ここをちょっと組み替えれば良さそうな。
手目、ここが下になってる、ここの一手目を、こいつがこっちに移動するにすればいいわけだから、これをこうする?で、こっち側を、ここの一手目でもこっちに来てほしいんだから、このタイミングを右にすると合ってるでしょ?あ、これ逆再生にすることすら忘れてるわ。この位置から、こう。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 これ、何が起きてんの?いや、そうか。左、左、左、右って言ってるだけなのか。これをしたときに、あれ?これどうやってゴールするの?これがこう降りてきて、こうでしょ?最初に。だここが、あ、いや違うんだ。こいつのゴールはここだから違うんだって。だここで、こう動くのは良くて、こう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 にしたければ、左、右、右、下を逆に入力すればいいんだから、右、左、左、下になってればよくない?あれでもこれさっきやってなかった?ああ、ダメだ。ゴールできてないな。なんで?なんでこれの逆順が破綻してんだ?下、左、左、右。左。だから、コマンドを記録しているわけじゃねえって言ってんだろ、俺は。いい加減にしろよ。いい加減にしろよ。座標を覚えてんだっつってんだろ。どうすればいい?これでどうなる?下、左、に、右。逆再生すると、いや、ダメでしょ。これあれじゃない?こいつのスタート位置、ここなのがもうおかしくない?これが終わった時点で、こいつ、ここにいるのが正解。ん?いや、違うんだよな。だって、この場所で、こうなってないといけないんだから、こうなってんだよ。それはもうそうなるよ。で、ここも同じく、このタイミングで、こうなってんだから、これが終わったらここにいないといけなくて。なんで?で、この場所から、この時にここにいてねって言ってんだから、こう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 だよね。右、左、左、右だから、左、右、右、左。
最後左になったんだけど、嘘だろ。そうだよね。そんなわけない。ね、なんでだ。こう、こう、こう。あ、だから。え？やっぱあれじゃないの。この場所に戻ろうだからじゃないの、やっぱり。こいつをずらすことなく、この場所がここのスタート位置になるんだから、ここがゴールにならないのは当たり前じゃない。だからここが間違ってんね。これをやった時点でやっぱこいつはここに、え、ちょっと、こうすると、それはいいのか。この居場所にいて、来て、止まって、止まって、こう動くっていうのを逆に再生するだけだから、やっぱここなんだ。これは何が起きてるかっていうと、左下下右、さっき言った話じゃん。この最後のアクションはこう入るべきなんだから、この座標からこっちに来るのが最後に決まってるだろ。決まってるだろこんなもん。なんで、なんでうまくいかないんだこれ。コマンドが壁に向かって入力されてるかどうかとかあんま関係ないよ。座標が動いてないから、どっちにせよ座標の記録なんだから。なんでこんなんうまくいかんの。今どういう状況かっていうと、最初にプレイヤーをここに置くことができるかというと不可能でしょ。座標がずらせないという前提だったら不可能で、ここにいるべき。じゃあここの4ターンでここがスタートでって言った時点でここにゴールできないが確定するんじゃないの。しないのか。しないわ。しない。それはそれはだから同時のタイミングはこいつが移動するかどうか関係ない。こいつの移動前にここにいればいい。左右左右右右最初に左入るの変だよね。だったら右だよね最初。右だから最初に右が入ってればこいつがここに到達した時にここからここに来るんだから、ここにいる時にゴールになるはずだ。右で必要なのはここからこっちに移動するんだから、右左左右だな。面白くない。面白くない。入れ替えなさい。何も見ずに入れ替えろ。グリッド表示欲しいかもな。1,2,3,4 推しが夜出る。こいつの1手目は捨ててもいい。ただこの子はこの子の前に 出たいと言ってる。この子の1手目は捨てていいのですから、
この子をこの子に乗っけて、ここよりも右側に来れればいいんだよな、多分。ジャンプ、ファイル。何もしない、何もしない、右とか。ジャンプ、何もしない、何もしない。逆再生するんだよね、この子。じゃあ戻っちゃうんじゃないの？左。まずこのぐらいで見てみたいんだけど。何もうまくいってないじゃん。それはあれだよ。ここから先は、月が先行になるからだよ。太陽がジャンプしてるのがいらない感じするね。このジャンプがいらなくて、右に入れると左に戻ろうとするからわけわからなくなるな。もうここの前半だけでも星取れる動きをまず見つけてないとダメなんだよ。ね？じゃあダメじゃん。まあこの子が上に乗っかるでもいいんだけどね。ジャンプして何もしなくて、主人あの太陽の左側に入るみたいなのでもいい。この子は最初にジャンプするから、この子がここからこっちにさっと入り込むってのがこのタイミングで起きるにはそんなんできんのか。逆再生でそんなことできるか。だってこいつがいるんだもん、ここに。それはできなくない？うん、普通にこうでもいいしな。乗せてもらうんじゃないかな。ちゃうちゃうちゃう。これ後半はどうなんだ？できた。何この政治。右半分ほとんど考えることがなかった。考えることがなかったからこういう出題の仕方をしたっていうこと？作文の意図がわからないな。昼が落ちて、月が落ちて、
ゴールできない。最初にあいつが右に行っちゃうと、こいつはここに、あ、これ今こう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 でだから、こう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 でなっちゃうから、これがここにいるっていうタイミングができないんだよな。俺は最初に取るの諦めるか。休んで左左待ち右待つ。そうするとこれ戻っていくから、みんうーん、乗れるか。なんで右行かないんだお前。右行ってから上げられてるからか。じゃああれだ、ここジャンプじゃない？できた。左の空間何なんだよ。まああんまりこのゲーム空間に対する文句を言ってもしゃあない。こういうものがあるからこういうものがあるからさ、それもそういうデザインの人なんだっていうふうになるわ。いや、記憶だけで 18? マジ？月がもう、だからもう月、12手で月があのゴールに行くのをまず見つけてないといけない。で、星を取るのはその月に俺が乗っかって最後になんかうまくやるんでしょうの感じがする。月が落下してはいけないんだろう、だから。ジャンプ右右右右右だと、左ステイ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 、次ここに来るから、まあいればいいって感じ多分。そうするとこの子はここに戻ってきてるから、どうやって乗るんだ。多分乗れない。この子がこういうルートを通ってきてるから、こいつが乗れるタイミングって多分ないよね。ないと思う。え、ないよね。あ、いってあるのか。そっか、最初ここで2動いてるから、なんか1個余るんだな。なんか1個余るぞ。なんか1個余る。どういうこと。こいつはここで6で、1、2、3、4、5、いや、何ができる？なこで何ができんだよ、これ。いや、あれか？こいつが、ジャンプして星を取れるのか？で、こっちの子は、なんか、この辺から押されて左に行きゃいいだけっていう。あ、だからジャンプするのは、こっちだ。
なんでジャンプしないの？これジャンプしててぶつかるはずなんだけどな。クリアしちゃったらそれはそれでまずい。なんか今ので、あの月の子のジャンプの位置変えるぐらいだと思うんだけど、ここはね、この辺、これゴールしたら嫌なんだよな。月行ってないね、これ。あ、そうか、最後じゃないのか。それ困るぞ。逆再生同時をのさ、もう何回も言ってるけどさ、逆再生同時のタイミングを18って先じゃなくて10、16、3、18、18点じゃなくて17点目に同時が起こっているっていうことをどうやって予測すればいいのよ。僕マジでマジでやりたくないんだけど。12も回んの？飛ばしちゃダメか、ここ。これは大丈夫だ。やるならこっちの方が楽しいんだけど、最終ステージはどうなってる？最終ステージ止まってたらちょっともうこのゲームやめるぞ。やめますよ、ここで。99開かないか。99って結局全部取れってこと？まあやるしかないんだよなって感じだね。でもさ、個人的にはすごくなんかマイナスポイントだな、ここのこのアプローチは。チャレンジしすぎじゃないか。